はい、そういうわけでですね、はい、今回からは奥田さんも加わってよろしくお願いします。勢ぞろいでございます。勢ぞろい3人、あかねじれんま、これがさん、あかねじれんま、よろしくお願いいたします。あかねじれんまってようやく3人揃ったところで揃いました。次行きましょう。どうぞ、こちらです。2013年が、番外公演という名前で、ボンボヤージュという作品を乃木坂コレドシアターで上演しましたね。はい、乃木坂ですよ。まあ、これはですね、その時は劇団員私を含め4人いたんで、はい、俳優が3人ということで、初めてね、これ劇団員だけの男3人芝居で、まあ、これはですね2007年に、まあ、別の団体がちょっと企画した短編公演で上演した作品をちょっとリメイクして作った作品なんですけども、はい、まあ、タイトルも物語ももう全然違うものには一応なってる。ベースのものはちょっとあるけど、リメイクとはいえ、もう新作と言っても過言ではない。ほぼほぼ新作と言って、70% ぐらい新作だったような気がするんですよね。とにかくむさかったですよね、男3人プラス作家男、まあ、いや本当に、ね、稽古場がね、稽古場がとにかく花がないおっさんだらけで、まあ結構それが精神的に辛かったりしたやっぱ花もない、ね、やっぱ確かにこの長い歴史の中で男だけで芝居やるってこれ初めてだから、過去を振り返っても未来を見ても男だけはこれだけだ、ね、これだけだよね。これはだからその、まあ、二面舞台でその本番はかなりやっぱ緊張するもんなんですかね。それは振りですかこれ奥田さんが第一声なんですよね、この物語の始まりというか。で、奥田さんが登場してきて第一声ですよ。第一声からまずもうボロボロに噛み倒すっていうそれでね、もうその周りの見てくれてた知り合いの方々はもう本当に顔を伏せるというなんかもう顔が伏せたっていうのまで俺も見えたから、ね、気配もその気配すらも見えたからね。見てはないけど、この辺であなんか反応がね、リアクションが見えたからね、ボボ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 ボみたいな必ずね、その話出ますね、これね、絶対出る。もう溺れながら出てきたぐらいの感じですかね。この話はね、大体何かしらの旅に出てくるんですよ、定期的に。そうそうそう、定期的にそれほど強烈なね、なんだろう、あそこで独特のやっぱ緊張感のあるね、そう、劇場ね、まあ、個人的にも使ったことがあってね、そう、まあ、奥田さんは、まあ、ナイスプランという、はい、ね、自分のユニットで何回も使ってますからね。そうそう、でも出ることはなかったからね、初めてだから、あそこで出るのは初めてで、でまさかね、やっぱあんなに緊張感を伴う劇場だとはね今はもうないからあれですけど思いませんでした。乃木坂の駅を出て階段を降りてまずバーカウンターが、はいはい、でその奥にあのスペースというか、そうですね、演技もできる多目的スペースがあって、そこを使わせていただいてたんだけど、あのバー経営もしてるから、そこで飲食をするぐらい の, あの密着感があるんだよね。そう、いろんな小さい劇場でやってきたけど、あの 半分降りて地下にある閉塞感の中で奥田さんの精神は蝕まれていたいや、ね、なんか本当ね、好きな場所だったの本当に、あそこは。いい劇場、自分が書いてやるときにやっぱこう、なんですかね、あの緊張感っていうかね、あのなんかこうギュッとした感じっていうのがやっぱこうちょうど、ね、作品にもちょうど活かせるなと思って、でまあ、だから結構好んで使ってたわけですよ、ね、思い出深いですね。だからそういう意味では思い出深い。あ、だからまあ記憶にはもうすごく残ってる、そういう意味で ね、 そうね、あんまそういう意味で残っちゃいけないんだけどもうそれ以外逆に残ってないんだけどそのボンボヤージュっていうタイトルにもちょっと思いが込められてるんですね。うん、そうですね。あ、そうでしたっけ。あれ、それはそう、いや、まあ、まさに、あ、でも振られて今、あ、そうだったなと思ったけど。でしょ、ちょっと言ってあげてよ。何の、ずっと忘れてるの。いや、俺もう全然覚えてないわ。いや、まあでもだからね、まあ、まさにね、こう、これからね、うん、旅立つ感じの、うん、はいはい、説明下手かな劇団としてってこと。ああ、そういうことね。そうそうそう、そういう思いも込めて、そのデザインだけで、はいはい、公演を打つっていうことへの決意みたいな、うん、ああ、この公演で ね、 そんな思いがあったんですね。当時のね、長年くん、ね、4人でやるよ、4人で旅立つよっていう、あ、そういう思いが本当に作ってたんですよ、ね、その出だしでやっぱね、とちるっていうのがね、いろんな意味でこう船出からとちるリメイクとは言いながら、そう書いてる時に、うん、こんなことを考えてたとかあるんですか。
覚えてるのはその新しくね2011年に劇団に入ってくれた奥田さんと、まあ、水本くんという2人をねちょっと、まあ、メインにというか据えようかなというのは考えていて、だからこの話は宮崎くんがちょっと出番的にもちょっと少ないしのかなっていう気がするのね。それはちょっと意図的に、まあ、やったかなと思うんですよね。やっぱ2011年から入って、うん、まあね、ミリジアンやって太陽やって、うん、でその時ってまだなんかやっぱ劇団員に入ったけど少しまだお客様じゃないけど なんとか少し外側の部分もあって、うん、ゲスト感もあった。だからその演出のされ方とかも多分そんな感じちょっとあったんだけど、うん、だこっからやっぱりそうじゃない感じはしてきたっていう印象があって、うん、なんか演出のつけられ方もなんか、うん、なんかがっつり入ってくっていうようななんかいい印象がありましたね。そうですね、うん、稽古するにしても本当に劇団員3人その出演するのは3人で、うん、その3人と相対するしかないから、うん、自然とやっぱダメ出しの量も増えるというか、うん、3人しかいないから、まあね、一人一人への比重は非常に多かったかなと思います。まあ、3人しか出てないからね。なんだかんだでこれまでの作品も、まあ、この後の作品もですけど、うん、こんなに少人数ってなかなかなかったじゃないですか。いやこれもう本当最小ですよね。ただこっからね結構少人数この芝居で結構少人数ってやっぱり、うん、その一人一人にそのドラマを割り当てて書く方も演出する方も割り当てて、比重が置けるっていうのでやっぱ少人数は自分にちょっと合ってるのかなみたいな風に思ったのもこの公演がきっかけかもしれないですね。そういう公演でございましたね。そしてこの年もう一発やってます。こちらです、どうぞ。番外公演の雨燕というのを絵空箱でやっております。これは初めてですね、まあ、奥田さんの脚本 で私が演出を担当するというこの分業にしたという初めての試み。そうですね、アカデジレンマの作といえば長年っていう代名詞ですけども、はい、あえてもう演出家長年雄太として、そうですね、本当に初めて演出に専念したという。なんでそうなったんだっけね。まあこういうのもやってみようみたいな感じだったんじゃないですか、おそらく。それか俺が書けなかったかどうかだと。どっちだったのかね。いやでもこれは確かもともといつもの喫茶店で、うん、話をしてて、あのマルチに、ね、作演出演も全部こなす、ね、プロデュースもする奥田さんだから、うん、あのやりたい欲が結構あったその話をしてて、うん、でもどうせやるんだったら、うん、あの普段とは違うこともやりたいよね。でボンボヤージュも番外公演という形でやって新たな挑戦として演出家としての腕を上げたい、アカネジレンマという形で出すならどうだろうということでこれになった。でこの作品はもともとだから奥田さんのナイスプランという、ユニットでずっと結構長年やってたそのカフェシリーズですか。そうですね、カフェ公演、はい、カフェを舞台にして、で店員さん2人、女性の店員さん2人の、キャラクターというか登場人物も固定でずっとで毎回そのゲストを呼んでっていうようなシリーズがあって、それの、まあ、一環というか一つですね、うん、結局そうそうそう、うん、なんかねそうコメディ、まあ、シチュエーションコメディを書いてみたいみたいな、まあ、結果的にうまくいったかどうかはまあ別として、うん、ただその時はやっぱなんか書いてみたいって思うのがだから、まあ、ある意味ではそうだからいつもやってるうちの僕が書くような芝居とはもう全然違うというか、まあ、真逆というか、うん、ような話でね、これやっててね、まあ、演出しててもすごく、まあ、自分的にも初めての経験だったから、まあ、楽しくやれたかなという感じはしますけど、逆に自分で書いた俺が書いたものを誰かに演出してもらうのも初めてだったし、うん、かつその自分が書いたのに自分が出るのも、まあ、ほぼほぼないから、そうね、そうそう、うん、どうでしょう、そういう意味では自分の作品を長年雄太って人に演出してもらって、あそこは本当ね、なんか自分が思わない風な、あこういう感じでなんですか色をつけてくるんだっていうのはすごい思ったから、やっぱそれはね面白かったよね。例えば、ね、自分のキャラクターとかもそうだけど、ああそう、ね、こういう風なキャラクターにしていくんだとかね、うん、そまあそういうのでは全然書いてなかったけど、うん、そこにあんまやっぱ色をつけていくっていう感じでしたので、その作品にはやっぱりどうしても自分が投影されてるから、その自分が
別の人からの視点で解放されてるって感じ、うん、そうそうそう。でなんかやっぱこう半信半疑でやりながら、この公演でだから自分が出てすごく最初やっぱちょっとなんかうまくいってなかったんだよね。なんかそういうふうに演出を突き出してなんか自分の中で書いてるからかもしれないけど、なんかこうなんかねうまくいってない期間が続いたんだけど、うん、本当に1週間前ぐらいにクッとね、まあ、相手役の、ね、人とのなんかこう絡みのところでなんか一つポンとこう入ったギアというか何とかねこうなんとか組み合わせた感じがして、うん、そっからはなんか結構気持ちよくできるようになった。多分それはね奥田さんがその自分の書いてるキャラクターと僕がつけたキャラクターがもう全然多分違ったんだろうね。それがだからなかなか難しかったと思うんですよね、演じる上で、うん、そのあえてそれは逆のというか、うん、あのこういうキャラクターなんだなと奥田さんはこう考えてるんだろうなって多分読み解くと思うんですけど、うん、そこにあえてちょっと苦労しそうな振りをしたのは何て言うんですか、はいはい、苦労するとは思ってなかったんだけどね、本当は 僕自身はそんなにギャップがあるっていうか、まあ、僕としてはその人のこの公演は特にそうだけど、あのその出てくれる役者さんのね持ってるものを最大限に引き出そうとして、まあ、そういうキャラをつけたんだけどねなんかそういう意味では本当に初期の茜ジレンマの僕らが全く関わってないというかその役者としては関わってない頃のシチュエーションコメディを書いてた長俊君の姿をなんとなくイメージしたりした。そうね、確かに、うん、自分の内面世界を作品にこう、うん、もうずっとボムヤジュ以降だったけど、あの一人になって茜ジレンマをやって本当に自分が書きたいことみたいなのを突き詰めていくと、うん、こう本当に映画のような作品だったり、うん、しっとりとしたものとかそこに行ってる長俊さんがこう、うん、初めて東京に出てきた時のようなそうそうそうエンターテインメントが好きだみたいな部分を、はい、その自分の作品じゃないものにこうバンバン当てていくっていう、うん、もう傍から見てる僕はすごく面白いなと思います。で、それを引き出す奥田さんのこう感性というか、いやーねー、これは本当に僕らとは全く異質だと思う。僕も全くその奥田さんの世界観は作れないと思うし、そこってさ、本当3人結構バラバラだよね。ここなんか、うん、まあどうだろうね、どうなんですか。もう本当に違 う違いますよ、全く違うよ ね、うん、ね結構そこはかなり違うね、うん、で奥田さんもまた全然違うしね。なんかすごい思い出とかありますこのやっぱ書いてる時の話で言うと、うん、最初の締め切りがあってそれがその期日までにできたらわんこそば食べに行くみたいながあったよね。そうそう、あったあったあった、あったよね、うん、そしたら一応ねできたんだけど本当当日みたいな、本当最後の、もうとにかくギリギリだったよ。わんこそばは食べられませんでしたっていう、そう残念ながら。だからわんこそば食べたかったの、食べたかった食べるたびに頑張って書いたのに。人生でまだ一回も食べたことない結局ねわんこそば食べたことない話は。僕はねそんな自慢じゃないですけど、別に基本的には初日にドンと上げるタイプの作家なんですけど、奥田さんはまあ遅くてね、だから結局稽古しててもこの話がどこに行き着くのかっていうのが分からない状態で進めていったりしなきゃいけないっていう、そのスリリングさみたいなのはそういう意味でいろいろねありましたね。いろいろありましたないです。でその後にこういうことになるんですね。どうぞ。なんとこの劇団にその2013年ボンボヤージュでこれから新しい船出だと言っていたその同じ年にもう水本くんが辞めちゃう、新しい船出を、はい、もうある意味では船出ですよ、はい、この年に今現在も続くこの3人という状態になったということですね。それでですね、翌年こういうことになるんですね。どうぞ。奥田光結婚2014年ですよ。それが出てくると思わなかった。2014年4月2日入籍、ね、今振り返ってもめでたい年だね、結婚。そうですね、本当に。いや、そうですね、やっぱり人生変わりました。いや、結婚は変わりましたね、まあ、ちょっとタイミング的にはそのアルバイトを辞めて無職の状態で籍を入れるっていう、なんかそうとんでもないやつです。無職状態で結婚してますからね。アホなの。ま
まあ、無職だし、もうまあ、間違いなく次の職も決まってなかったからね、うん、よく結婚しましたね。ちゅうやつ、実は一番破天荒なんじゃないかっていう。なかなかそんなことできませんけどね。知りませんね。よく結婚してくれたなと思います。そうですね。それしかない無職の人とですね。っていうのが、まあ、2014年の初頭ということでございます。続いてはこちら。ここからゲスト、早乙女さんです。早乙女さんでした。なんていうんですか、演劇的なこうセンスみたいなものがやっぱりないと、舞台の上以外のところからもうなんか自分が作り込まれていくような感覚があり、あれ旅館の方ですよね。そうそう、旅館の方です。